皆さん、こんにちは、えー、ネットアップの片野と申します。えー、本日のセッションなんですけれども、えー、ネットアップの片野と、あとヤフ、ah えーのヤフージャパンの正木さんとですね、えー、一緒にセッションを進めさせていただきたいと思います。まず、スピーカーの紹介なんですけれども、えー、正木さん、よろしくお願いします。はいでは、まず私から、ヤ、え、フージャパンのストレージのエンジニアをしております、正木と申します。えー、と入社1年目 に社内のアプライアンスストレージを運用するチームに配属されましたそこでは主にストレージ機器のオペレーションとあとはネットアップ制ストレージの新コンポーネントや OS の検証などを行っていましたそして去年のちょうど今頃にプライベートクラウドチームに移動になりましたですのでオープンスタックに関わってちょうど1年になります 現在はプライベートクラウドチームにてストレージコンポーネントのバックエンドで使用するストレージの検証や選定、そしてとオープンスタックのシンダースイフトなどの開発運用を担当しております。はい、ネットアップの方のです。普段は通信キャリアのお客様ですとかサービスプロバイダーのお客様、まあそしてヤフージャパンの皆様を担当しているセールスのまあ。 プリセールスの、SE、になりますで、まあ、このセッションに関しましては、えっとまあ、コミュニティのセッションという形ではあるんですけども、ヤフーさんの環境でネットアップのストレージ、いろいろお使いいただいていまして、まあ、やっぱり大規模な環境になればなるほど、いろいろな考慮事項がありますので、まあ、そういったところの,あの検討ポイントであったりですとか、えー、まあネットアップ使っていなくても、ですねあのお役立ていただけるような内容をあの2人で一緒にお伝えできればなと。 いう形で、考えておりますで本日のアジェンダなんですけども、まず Yahoo!JAPAN でなぜまオープンスタックを導入して、そして今どのように活用されているのかというところを、正木さんの方からお話しいただきます。で、その中でですね、主にストレージの考慮ポイントについて紹介いただいた後にですね、 あの私の方からオープンスタック環境でストレージまあ主にシンダーの環境で考えられる要件そして交流事項といったところをお話をさせていただきたいなと思っております。それではマサキさんよろしくお願いいたします。はい、えー、ではまず私からヤフーにおけるオープンスタック環境の取り組みについてお話しさせていただきます。 ご存知のとおり、Yahoo はインターネットポータルサイトのみならず、さまざまなサービスを提供しております。これ,から,これらの環境を迅速に提供し、安定した運用を行うために考慮しているポイントなどを紹介させていただければと思います。まずは導入の経緯について説明させていただきます。 オープンスタック導入以前、もともと私たちは社内独自で開発したプライベートクラウド環境を提供しておりました。しかしながら、この環境では様々な問題がありました。一つは API のフォーマットが独自のものであったということです。また、限られた人数の中で IaaaS 環境の開発と運用を同時にすることは難しく、 結果的に運用の方に人的リソースを奪われる形になり機能の開発は停止してしまいましたリリース時には最新だった機材も時が,つれる時が経つにつれてさらに性能の優れた機材が登場してきましたがそれらを使用した新しい環境を作ろうにもまた一から作り直すことになりライフサイクルが回らないといった問題がありました そこで2013年の初頭になりましてオープンソースのオープンスタックとクラウドスタックの2つに着目して検証を開始しました当時のアジア圏ではクラウドスタックの方が人気があったんですがそれ以外の,以外の地域ではオープンスタックの方を利用される傾向にありました検証の結果私たちは自分たちの環境に合わせて追加で開発できる部分や 世界的に見て情報量、情報の流通量が多く、欲しい情報が入手しやすいオープンスタックを選択いたしました。えオープンスタックの本格的に検証を始めて、大体半年だったと思うんですが、えー、検証、検証じゃない、失礼しました、えー、開発環境としてリリースすることができました。えー、そして、今日でちょうど、えー、稼働を始,始めて2年になります。 私たちが数ある IRS のソフトウェアの中からオープンスタックを選定した理由としては以下のような点が挙げられます前日でもお話しした通り世界的に見るとオープンスタックの進歩と普及速度は目を見張るものがありました初めの頃は連携するソフトウェアもそれほど多くはなかったんですが日本にもユーザー会などがありまして活発にセミナーや勉強会が開催されていました問題が発生した時も 他社のユーザー、ベンダーとさまざまな人に情報を共有してもらうことで問題の解決をすることができました。今では Yahoo!JAPAN は国内最大規模のオープンスタック利用者になっております。また求める性能や機能によってはバックエンドで使用するハードウェアが固定される可能性もありますがそういった点はベンダーに頼み 専用のドライバーを用意してもらうことでこちらの負荷を軽減できるといったこともできます、えー、次に検証から導入に導入までについて話そうかと思いますえっ、ー、と弊社ではオープンスタックの環境を検証を開始してから約半年で開発環境のリリースをすることができましたこの辺りはもう少し後で詳しく話そうとは思うんですが オープンスタック環境に移行したことで、オープンスタックの API を通してデータセンターリソースの操作が可能になりました。また、数十秒で数百規模のインスタンスの起動も可能になっております。そして、開発環境のリリースから半年後にはプロダクション環境にて、環境をリリースすることができました。サービス側の人たちには開発環境である程度使用感に慣れておりましたので、 リリース後数日でサービスとして本格稼働することができましたこのように短期間で環境をリリースすることができるようになったのは独自の API を用意する必要がなくなったのが大きいかもしれないです以前の全て自前で用意していた環境ですと基本機能やあったらいいな程度のマイナー機能社内のアカウント連動などの独自で用意する必要がある機能など すべて、えー、自分たちで構築する必要がありました。ですが、えー、とオープンスタックを導入してからは基本,機能や、えー、基本機能はコミュニティで開発されたものを利用すれば、えー、いいですし、細かな機能、そしてちょっとした要望などのマイナー機能についてはベンダーにお願いしています。基本的に自分たちで用意すればいい部分は、えー、プライ プライベートクラウドのユーザーに向けた社内独自機能の部分の開発だけで良くなりました。最近の取り組みとしては、だいぶ独自機能の開発が完了してきましたので、コミュニティへのコントリビュートに向けた動きも出てきております。こちらのスライドに見せておりますのは、オープンス,オープンスタック基盤を通して、インターネット上にコンテンツを配信している主な6つのサービスになります。 ヤフージャパンは100以上のサービスを提供しております。そのほぼ全てでオープンスタック基盤の活用がされております。これらは最近オープンスタックに、o p e n s t a c から廃止されるようになったものではなくて、どれもすでに1年以上オープンスタック上で稼働しております。これらのサービスが使用しているインスタンスは、向上的に稼働しているものもありますが、 例えば、オリンピックやサッカーのワールドカップ、選挙などの国民の注目が高く、アクセス数が通常より急激に増加されると予想されるものは、一時的にインスタンスの増強を行っております。このような一時的な増強をできるのは、巨大なリソースプ,ルプールを管理できるオープンスタックの大きな強みだと思っております。え今日着ているこの T シャツには爆速と書かれていますが、書かれています。 これらの環境の変化やニーズの変化、ビジネスの要求に対してスピーディーに対応していこうという弊社のスローガンになります。アプリケーションのリソースサイクルやリリースサイクルや環境の変化が積極的にされるオープンスタックは Yahoo のスローガンに非常にマッチしているのではないかと思っております。次に、ah、YahooJapan の利用状況について見てみたいと思います。 現在 YahooJapan では4000台のコンピュートノードが起動しております。こちらのグラフはユーザーサーベイの結果になりますが Yahoo はここに分類されております。コンピュートノードのほかにもコア数は9万6000個インスタンスについては5000台に上りますがこちらもサーベイの結果と比較してみると上位の位置に位置していることが分かり かなり大,大規模なユー,ーユーザーであることが分かります。え次に、弊社のプライベートクラウドサービスのえ提供状況です。弊社の環境で稼働中のインスタンスは、え開発環境とプロダクション環境合わせて 5, 千5万インスタンスほどになります。内訳としては、開発とプロダクション環境それぞれ半分ずつといったえ状況です。 これらのインスタンスの稼働率は99.996%で可用性としては十分なレベルを提供でき,、ま、で,できていると思います。現在ではトラフィック密度も物理環境の時と比較して6倍まで成長しております。データ量の総容量は20ペタバイト。提供されているクラスターは約20クラスターにな,なります。この20クラスターというのは 流動的でして閉鎖されているクラスターやまた新しく構築されるクラスターもあり全体でライフサイクルを回しておりますこれらのプライベートクラウドを管理しているチームメンバーは総勢11人になります最初からプライベートクラウドチームに所属していたメンバーもおりますが OpenStack はネットワークやサーバーまたストレージといったストレージといった IS の技術の集合体になりますので元々のインフラ技術 に関わっていたメンバーも含まれております。また、開発担当と運用担当に分かれておりますが、この他にもアプライアンスを運用するメンバーがおります。オープンスタック上のトラブルについては、プライベートクラウドチームが担当をしておりますが、実機のトラブルになりますと、担当のチームの人たちが動いて対処をしております。そのあたりは各チームで連携を密にとって対応をしております。 ユーザーの利用状況です Yahoo!Japan には全てのサービスのエンジニアを合計すると約2000人程度エンジニアがおります彼らに対して平等に癒やす環境を提供しておりますバーチャルマシンで障害が起きたりパフォーマンスの劣化が起きたりした際は社内のオープンスタック運用チームが迅速に対応をしております またプライベートクラウドチームでは社内向けに家康環境普及の一環として定期的にセミナーを実施しています最初はエンジニア向けで行っていたんですが最近では他の職種の人たちも、えー、興味を持ち始めて参加するようになりましたそのかいあってかエンジニアでない人たちにも活用が広まっております 1>, 1日あたりのインスタンス起動数を見てみますと、およそ500インスタンスが起動しています。ですが、およそ1か月でこのうちの半分は消えていきます。セルフサービス環境ということもあって、ある程度余裕を持ってデプロイして、リリース後不要になったものは削除されていってるんだと思われます。また、弊社のプライベートクラウド環境では、すべて自社運用をしていることもありまして、パブリッククラウドを使用する場合、 よりも大幅にコストトカットをすることができました一般的なスペックだとそこまで大きな差にはならないかもしれませんがサービスが希望するスペックヤフーですと、えー、2コア 12GB 12が多いのですがこれで計算すると大きな差が出てきております結果としてパブリッククラウドを使用する場合よりも97%コストカットに成功しております 稼働状況の話のついでにもう一つお話ししたいと思います。こちらの写真は東京にある有名な電波塔の東京タワーです。現在、弊社のオープンスタック環境で使用しているストレージのコンポーネントは主にシンダーと小規模な水イになりますがそれぞれの環境のディスクを全て積み上げると約377メートルになります。 これは東京タワーの3 3 3ルよりも高い計算になります次にオープンスタックを利用することによって得られたメリットについて以下の内容が挙げられますまず一つに標準化された API を使用することが可能である点です標準化された API を使用することでそれを取り巻く多くの OSS を使用することが可能になります 今まではこういった部分も全て自前で用意しており、新しいイヤース環境の構築や新機能の開発が滞ってしまうことがありましたが、今ではアプリケーションに近いところに人を避けること、避けるようになりました。また、これはユーザーにとってもメリットになっておりまして、インターネットにあるナレッジを用いて手軽に利用することが可能になりました。二つ目は、ベンダーを意識しないリソースが活用できる点です。 オープンスタックはさまざまなベンダーが参加しておりオープンスタックへのドライバーも多数用意されておりますそのためハードウェアリソースの選択肢が広がりハードウェア部分の抽象化が実現できています3つ目にデータセンターの抽象化が挙げられますオープンスタックを導入したことでサーバーの準備に必要だった発注納品などの時間を削ることができ 物理環境の時に必要だったラック確保、配線ネットワーク構築などのユーザー側で考慮する必要がなくなりましてマシンのデプロイが容易になりましたまたバーチャルマシンの提供だけでなくオーケストレーションによるデプロイも可能な点もオープンスタックを使用することで得られた大きなメリットだと思います ユーザーへの提供イメージはこのようになります。ユーザーはプライベートクラウドチームで用意したコントロールパネルを投じてバーチャルマシンの操作を行って,もらっています。基本的にリソース管理は運用側で行い、ユーザー側では機材のせ選定や発注といった煩わしい作業から解放させています。ユーザーは用意してあるものから、このようにクラスターのあるデータセンターであったり、 ハイパーバイザーの種類であったり、プロダクションか開発か、ストレージやネットワークがどうするかなど選択をして使用するだけです。用途に応じて SSD などのデバイスで希望があれば、その旨を私たちプライベートクラウドチームまで伝えていただき、順次提供を開始しております。クラスターのリソースが減ってきた場合でも、それを途切らせることなく、新しいクラスターをリリースしております。 弊社でユーザーに提供している統合インターフェースはこちらになります。こちらの UI では、OpenStack の基本的な機能や、他にもクラスターごとの残存リソース等の統計情報、VM の検索機能などがあります。また、アベイラビリティゾーンごとに利用状況も確認することが可能ですれ。最初はそれほど、えー、バーチャルマシンを必要としない場合でも、 後々規模を拡大していきしたい場合やディザスタリカバリーを考えて東西にバーチャルマシンを分散させて起動させたい場合などの参考になるかと思いますユーザーはこちらの UI からバーチャルマシンのデプロイ先のクラスターを選択して起動することが可能ですあちょっと絵が消えてますね 次に弊社で現在使用しているハイパーバイザーの環境について説明したいと思います。まずは KVM の環境についてです。KVM の環境は構築の際にシェフを使用しております。構築するオープンスタックのバージョンごとにレシピを用意し、それぞれに最適した状態で構築を行っております。大きいクラスターですと200を超える ハイパーバイザーのセットアップが必要になりますがシェフを使えばコマンド一つでデプロイが可能になりますまた KVM 環境ではアベイラビリティゾーンごとにさまざまなフレーバーを用意しておりますユーザーからの要望では何 IOPS 出したいですとかレイテンシーを抑えたいといった要望が届けられますのでそれに合わせてさまざまなデバイスを用意しております SSD 機を出したり、最近では NVMe といったものも使用しております。ほかにもバックエンドで使用するストレージに合わせて、それぞれのストレージのうまみを最大限に引き出せるように、ベンダーが提供したシンダードライバーを利用しております。次は VMWare ESXi 環境について説明いたします。 最近では VMWare の ESX を使用した環境もリリースしております。VMWare では V センターを使用して V スウェア環境の ESXI の統合管理が可能になります。また VDS を使用すれば VM のアクセスをデータセンター単位で切り替えることも可能です。VMWare の利点,とし利点の一つとして冗長,冗長性の高さが挙げられます。 VMware の機能に VMwareHA というものがありますが、インスタンスの親サーバーが障害によってダウンしても別の健康なサーバーから自動的に復旧できるので、インスタンスのダウンタイムを低減することができます。また、VMware のプラグインである VAAI を使用することで、バックエンドに使用しているストレージの機能を最大限に生かすこともできます。インスタンスのイメージはストレージ側に保存されているため、 他のののインンンスススタからの影響を受けてパフォーマンスの低下がするととったことはありませんインスタンスの起動時にもストレージ側でイメージをクローンして起動するため不要なトラフィックを削減することができますそれではコンポーネントの選定事項についてお話ししたいと思います 弊社においてストレージのコンポーネントを選定する際に特に気をつけているのが以下の3つになります1つ目は IO を止めないこと2つ目はインストインスタンスのクローンにかかる時間3つ目はベンダーのサポートです IO を止めないというのはサービスの継続性において非常に重要な要素になります 弊社のサービスの中ではライフラインになるものも含まれておりますのでこの点は大きなポイントです障害が起きてもフロント側ではサービスを継続し運用側でフェイルオーバーやフェイルバックを駆使して障害の復旧を行いますメンテナンスの時も同様ですローリングアップデートやサービスを継続しながらのアップデートが可能な点を選定のポイントとして考えております インスタンスのクローンにかかる時間もストレージを選定する際に非常,な非常に重要な要素の一つにしております。オートスケールをすることを考えるとこの点は考慮せざるを得ないところです。ベンダーのサポートもやはりコンポーネントの選定の上で大切になってきます。弊社では様々なサービスが混在していることもあり中からたくさんの要望が出てきています。 そのてを自分たちで用意すべてを自分たちで用意するのはとても負荷がかかります。これらの要望をベンダーと相談し、協力して実現して,し実現していけるベンダーを選ぶことも選定する上で欠かせない、欠かすことはできません。弊社の診断の実装については、以下の3点が挙げられます。 一つはインスタンスのクローン時間の短縮です。バックエンドのストレージには大量のインスタンスを短い時間で起動できるように、クローン技術を採用しているものを使用しております。二つ目はアベイラビリティゾーンごとのストレージの設置です。弊社ではデータセンターに流れる電源系統ごとにアベイラビリティゾーンを分けて、ハイパーバイザーの設置をしております。 それと同様にしてストレージも分けて設置いたしますユーザーはインスタンス起動時に親ハイパーバイザーのアベイラビリティゾーンを意識してもらいインスタンス同士で冗長化するようにしてもらっています片手の電源系統が何らかの要因,に落ち要因によって落ちても別系統の電源系統が生きているため運用の継続は可能です3つ目はマルチバックエンド構成です バックエンドで使用するストレージは絞らないようにしております基本的にはアプライアンス製品のストレージをバックエンドで使用しております安定度や運用のしやすい点を考慮するとやはりアプライアンスという選択肢になりますしかしソフトウェアディァインドストレージも最近では選択肢の一つに入ってきております技術の進歩というのもありますし新しい技術をどんどん取り入れていきたいということもあります 最近では SDS が別のコンポーネントと連携した技術を取り入れてきてますし新しい価値を創造するという点では非常に面白いと思っております。ここまでの説明で弊社のオープンスタック環境においてストレージにネットアップを採用している点をお話ししましたがそれでは何で弊社がネットアップをオープンスタック環境に採用したのかをお話ししたいと思います。 弊社ではもともとオープンスタック以外にもネットアップを大量に利用しておりましたですのでネットアップに強いエンジニアもおりそういったメンバーのスキルや利用実績も考えた上で選定をいたしましたこれはシンダー等のデータを守る必要があるコンポーネントを選ぶ上でやはり重要な要素になります他にもフレックスクローンなどのネットアップの性能を引き出せるドライバーがあったのも大きいです これらのドライバーはオープンスタックの API を変更せずに利用できますので負担にもなりません。FlexClone は弊社のような様々なサービスがイヤス環境に混在しており、大量のサーバーリソースが必要になるような場面に非常に有効な技術になります。また仮想環境に移行する際も NFS といった共有ファイルストレージを多く採用しており、 その分野に強いネットアップを採用したのは流れだったかもしれません <laughs> えマニラといった共有ファイルストレージのコンポーネントも非常に魅力的でした、えー、そのために、えー、協力的なベンダーのサポートも必要ですし弊社のような環境で, <laughs> 環境で、えー、実績を積んでいくことも必要かなと思っております、えー、これを私たちは競争と言っております それでは競争しているネットアップにオープンスタック環境でのストレージの検討ポイントについて解説をお願いしたいと思います、はい、では私からはオープンスタック環境で利用するストレージの考慮ポイントを、えー、と、まあ、そちらの解決手段の方をお知らせお伝えできればなと思っておりますまずオープンスタック環境のストレージ要件 インフラ側面から考えられる要件と、イース特有の要件があると考えられます。インフラ側面の考慮事項としては、ストレージに求められる一般的な要件であります。障害に対する可用性であったり、シンプルな管理性、容量の効率化が挙げられます。加えて、例えばモンスター VM が出現したときに、他の VM に影響を与え 与えなないよよううに防ぐような IO のコントロールであったりまた広大なクラウド環境ではデータが集約するストレージになりますので停止はユーザーへのインパクトが非常に大きくなります障害だけではなくて計画停止のようななかなかコントロールが難しい計画作業に関しても極力停止をせずにですね ユーザーへの影響を抑えるようなそういった機能の取り入れというのが非常に重要になってくるんではないかなというふうに考えられます。それではセル・フサービスポータルといったものを考えたときの要件とは何でしょうか。まずインフラ側面の要求事項に関しましてはネットアップの場合にはクラウド環境オープンスタック環境で非常に実績のあるネットアップのクラスタドデータアンタップと えー、言ったものを利用することで解決することが可能です一方、えー、セルフサービスポータル環境の、えー、要件事項ですまずセルフサービスポータルというものがユーザーにどのように利用されているのかと言ったところを考えてみたいと思いますオープンスタックの利用ユーザーはホライゾンと開放されたセルフサービスポータルから テナントを作成しますテナントに対してはインスタンスや CPU を壊すストレージの容量などクオーターを設けた上でリソースという形で提供されますこのテナントに対するユーザーの作業ですがよくやる作業としてはインスタンスの作成やスナップショットを利用したバックアップそしてテンプレートのアップロードなどが考えられます これらのタスクというのは今まで仮想化環境というものを運用していた IT 部門がコントロールしていた作業になります例えばバックアップですバックアップによる高負荷というのがシステムに非常に影響を与えるといったところから一般的にはシステム負荷の低い夜間帯にジョブなどを構成して取得されていたと考えられます <laughs> 仮想マシンの生成に関しても同様です数百台規模が 仮想マシンが同時に開始した場合にはそれなりのホストへの負荷ですとかネットワークの負荷というのが考えられますのでこういったところを実際に性能としてストレージにオフロードで,できない場合にはインスタンスの集約密度に非常に大きな影響を与えることになってきますセルフサービスの環境ではこれらデータ生成における負荷をどのように考慮するのかというのが非常に重要な要素になってきます 先ほどお話した通り、主なユーザーの作業というのは仮想マシンの複製、スナップショットの利用をしたバックアップ、テンプレートのアップロードです。ストレージの機能と連携させることで、仮想マシンの複製に関しては容量を消費せずに、瞬時に複製が可能となります。スナップショットを利用したバックアップに関してもデータを生成せずに、性能劣化なくバックアップすることが可能になります。 そして、えー、ホストやネットワークを介するデータのトラフィックについてもストレージへオフロードすることが可能ですセルフサービス環境のワークローンに対してネットアップの場合には強力なストレージの仮想化機能を連携することでデータ生成自体を極小化して、えー、それらのデータというものをストレージにオフロードして OpenStack のインフラ全体を効率的に運用することが可能となっておりますまずは KVM の環境です k v m の環境へは、ネットアップも死んだドライバーを提供しています。ネットアップのユニファイドドライバーというものを提供しているんですが、このユニファイドドライバーを利用することで、先ほどお話したようなスナップショットのバックアップやデータ転送のオフロード、そして仮想マシンのクローニングといったところを、先ほどお話しになったフレックスクローンという機能に連携させて利用することが可能になっています。 ちょっと時間がないので飛ばしてさせていただきますが、えー、次に、えー、VMA の環境を考えてみたいと思います VMA の環境、えー、というのはですね、えー、オープンスタックでコントロールする場合例えば ESX をノバとして利用する場合には V センターもしくは ESX ドライバーを利用することになりますそして s、まあ、シンダーの利用に関しましても VMDK ドライバーを利用してインスタンスのブートであったり外部ディスクの 接続、えー、生成を実行すすることになります要するに、えー、ベンダーが提供しているシンダーの、えー、ドライバーというのが利用できなくなってしまうとい、えー、ったところが考えられます。そのため、仮想マシンの複製は、えー、V センターを介した複製になりますし、スナップショットに関しても V メアのスナップショットになってしまいます。当然、トラフィックもオフロードすることができません。 また、ネットアップが提供しているような仮想環境向けのプラグインツールですね、われわれの場合にはバーチャルストレージコンソールといった仮想マシンをバックアップする際にネットアップのテクノロジーを利用したバックアップツールなどがあるんですけれども、こういったツールも利用することができなくなってしまいます。では、どのようにセルフサービスポータル環境の要件を満たしていくのか。基本的には VMA の環境にネイティブでインテグレーションされている機能を利用していく必要があります。ですので、VSphere とストレージを連携させる機能、VAI ですとか NFSVAI であったり、そして最近リリースされた VBOL といった新しい技術を活用していくことが非常に重要となりますえ。こちらに書かせていただいているインテグレーションの内容は、ネットアップを利用した場合の連携の機能になるんですが、<laughs> 例えば仮想マシンの複製です。これらは NFSVA であったり VBOL を使うことで FlexClone ククと連携して瞬時に、そして容量消費なく複製することが可能になります。VAI でも良いのですが VMDK 単位の複製というのをストレージと連携して実行する場合には NFSVA を利用するのがおすすめとなっております。続いてスナップショットを利用する場合です。 残念ながら、スナップショットに関しては VAI ですとか NFSVAI で機能を置き換えることができ,ないできないようになっています。こちらは新しく VSphere6 からリリースされた VBOL を利用を検討するべきです。VBOL を使うことで VM のスナップショット自体も FlexCron ククと連携をしてバックアップが取れるようになっております。ただ、まだ新しい機能になりますので、 機能の採用に関しては非常に慎重にならざるを得ないというのが実情です。そして最後にデータ戦争のオフロードです。これらの機能に関しては VAI もしくは NFSVAI を利用して解決することが可能になっております。このような形で KVM と VSphere の環境についてお話しさせていただきましたが利用するハイパーバイザーによって 利用する技術要素というのが少しずつ変わってくるというところを念頭に置きながら基本的にはそのハイパーバイザーと透過的に機能連携できるストレージストレージの機能といったものを利用して選択してですねセルフサービスポータルの要件事項をクリアにしていくことが非常に重要だと考えられます。 それでは最後になりますが、正木さんより今後の取り組みについてお話しいただきたいと思います、はい。それでは今後の予定について話したいと思います。今後の予定としてはマニュを進めていきたいと考えております。<laughs> 共有ファイルシステムは社内でも需要がありますし、マニュによってテナントを超えた え他にもヒートによるオートスケールを使用した時に共有ファイルシステムが構築できたりなどさまざまな可能性を秘めていると思っておりますまた共有ファイルシステムは物理環境時代から使われてきたこともありますしありサービスのユーザーからしても導入が容易です NAS を利用するアーキテクチャも今後なくなることはないでしょうし 共有ファイルシステムは使えないことによって、イエス環境に移行できなかったユーザーにとっても、朗報だと,朗報と言えると思います。最後に本セッションとまとめをお話ししたいと思います。まず、オープンスタックを利用することで得られるメリットは、標準化された API の利用とフリーなハードウェアリソースの利用、また、それによるデータセンターの抽象化である。 ストレージのコンポーネントでは可用性、効率性、安全性の高い環境を提供するために実績とノウハウが蓄積されたベンダーのストレージを利用していることオープンスタック環境の利便性の向上にはユーザーとベンダーの競争が非常に重要であることをご紹介させていただきました以上でセッションを終わります もし質問などありましたら、えー、後ほど、われわれまだ少しこちらにおりますので、えー、ぜひ直接、えー、来ていただければと思います。ありがとうございました。